ぼちぼち時間だ。海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路、グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない二人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィは、そこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは、航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とは、ナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィは、ナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言っての、お楽しみよ、海賊のお兄さん。げ、何すんだ。ブワッハ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 ッ、改造を返した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。
窮屈な檻からは出られた。さて、どうすっかな。針金全部出しやがれ。やめてくれ。と、遺族って最低。アビーの手品だな。飛ばしてやる。ここは敵の縄張りね。中にいる敵を倒して制圧するのよ。中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。あいつらを利用すればバギーから怪獣を奪えるかもしれない。怪我してるのか。手当てさせてくれ。悪いな、これで存分に逃げそうだ。よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ、宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。シッシッシッ、じゃ行くぞ。頼む、この街を守ってくれないか。バギーをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。なめやがって、あのコソ泥どもは。派手にぶっ飛ばしてやれ。腹が本番だぞ。三刀流王者さん。されてたまるか。俺たちも加勢するぞ。まず攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。砲台を奪ったぞ。奴らに打ち返してやれ。海賊どもから街を守るんだ。おーおお、町の連中も勢いづいてきたな。Hush!
俺の剣が目指すのは世界一。俺とお前らとの格の違いを教えてやるよ。貴様、この人数を相手に何で引かねえんだ。俺はこの先たった一度でも負けるわけにはいかねえんだ。こっちはまだ仲間がいるんだ。本気で勝とうってのか。この程度の数を相手に負けたとあっちゃ俺のこの先が思いやられるよ。探したよルフィ、久しぶりだね。あ、まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うるせえ、お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思い出させてあげるよ。主とどもに海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け。当たってこい。さあこっちも行くよ。してあげるよ。バギーの海賊船は守りが薄いみたい。今なら。ちょっと行って海藻をいただいてくるわ。あんたたちは敵を引きつけておきなさい。上がっとけ。この感覚を待つ。
も黙るマギー一味をなめんなよ。手に入ったわ。ま、結果オーライね。何？俺の財宝を離さねえか！いやよ。なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒の私が今海賊から宝を奪ったんだから、この宝は私のもんだって言ってんの。たわけ！盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教。持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いてえことはそれだけか。覚悟はできてんだろうな。いやー、攻撃を止めて！砲台はあそこだな。止めてくる。狙ってあげるよ。ハギ、約束通りぶっ飛ばしてやる。どいつもこいつも私の実力を見せる時が来たようだ。気をつけて。あの女、他のヤツだとは何か違うわ。この感覚うまい。
おそぼろじゃねえ、海賊だ。3です。